少し前にホラゲやったばっかりなんだ。今回は許しておくれ。というわけで今回はマキマキがやるんだぞ。こら、聞いてよ。さあ、ツルツル巻いていこうぜ。皆さん助けてください。私はこのチャンネルでいじめられています。割と丁寧に扱ってますのでご心配なく。また今回もヒーヒー言わないといけないのか。じゃあ、今回頑張って耐えてみたら。耐えられたら苦労しないよね。できる、できる、君ならできる。いや、シーシーとか言ってんじゃないよ。これは、ヒーヒーレモン。もうそういうの結構です。今回頑張ったらゆかちゃんに何かおごってもらおう。キレートレモン買ってあげる。そこは CC レモンでしょう。これ、漢字ばっかり。中国のゲーム？イエス。日本のゲームじゃないのか。ただでさえホラゲって怖いのに、言葉もわからない、道もわからないってなって詰んでしまいそうな予感がする。あー、すっぺー。あ、キレートレモン飲んでんな。シゲキックス食べてた。あのね、私が頑張って実況してるところにシゲキックスの感想をぶち込むのやめてくれない？デカ自由すぎるでしょ。私そういう生き物ですので。おっと、これは、魔法陣だ。浮いてるろうそくにインタラクトできるね。壁にも、同じようなのがあるね。ろうそくの絵があるし、これの通りに火をつけたり消したりすればいいんじゃない？やってみよう。正解、扉が開きました。お外は真っ暗だな。今、屋根の方に何かいたよね？走ってる。忍びのものでしょうか。羽生えてたよね。鳥人間コンテストの出場者の可能性もあるよ。ああ、じゃあ、日本から飛び立って、中国までたどり着いた選手かもしれないね。もうそれ鳥になってる。これはライターのガスだ。今は、ストックしておいて、必要な時に掘った。誰？一瞬だけ、影が。さっきの鳥人間とは違うらしい。羽が生えてなかったもんね。ちなみに正面にいたのと、この建物の窓からも見てたの気づいた？影、二つあったよ。怖いこと言わないでよ。いや、ほんまの嫌でこれ。現在是24号晚上11点半。テープは聞いてもわかりません。机の上にメモがあるけど、見た方がいい。ゲームによっては、メモに目を通してから進行するものもあるので、チラ見しておいて。あ、これ、カメラで撮影してメモ類を保存するんだ。初めて見るパターンだ。でも、現実的に考えてもいい方法だね。そんなこと言ったら、メモの保存をカメラでするんじゃなくって、もっと安全面を考慮して、こういうところには複数で来るべきなんだ。その方が現実的に考えていいと思わない？まあ、ホラゲ村ってのは基本的に人数制限があって、一人でしか入れないんだよ。ホラゲ村？あ、また何かいるよ。なんだあれ。いや、なんで笑ってんの？小賢しい演出につい笑っちゃいました。これくらいの演出なら、ツルツル向けのホラゲとしてぴったりじゃない？私のこと？うん、つる巻き巻き巻きだから、つるつる。いや、あのさ、そもそも多めに巻いちゃってるし、巻き巻きはよく聞くけど、つるつるなんて呼ばれたことないよ。頭が？つるつる、手やかましいわ。何かとノリのいいつるつるなのでした。はあ、あのさ、こんなペースで無駄話してると動画の最後までテンション持たないんじゃ。あ、鍵拾った。もう、どうしていつも雑談してる最中に、鍵とか扉とか出てきちゃうわけ？タイミング考えてよ、鍵。ゲーム実況なんだし仕方ないよ。あ、どうぞお気遣いなく、拾った鍵で扉開けます。とか言ってくださいよ。なんだこいつ。あ、いる。鳥人間？うん。鳥人間なら、飛んでますか？いえ、走ってます。ほな鳥人間取っちゃうか。あ、このゲームたまに視点がバグるみたい。鳥人間見失っちゃったじゃん。ぜひとも遠くへ行ってくださいな。鳥人間はこの先に行ったはずだから、鉢合わせないようにしなきゃね。そういうこと言うと寄ってくるんだぞ。うわぁ！鳥人間が！てかこれほぼ鳥じゃん。よーく見てみ。おばか、今よーく見れないの分かってそんなこと言ってー。即死ではないと、継続してダメージ受けると死ぬタイプだね。どうやったら振り切れるの？階段とか上がってもついてくる？ああ、あんまり狭いところ入って、行き止まりだったら詰んじゃうよ。あ、ここがアンチだったっぽい。なんだよ鳥人間、羽ばたいてでも追いかけてこいよ。なんか私でも行ける気がしてきた。とりあえずここにいれば大丈夫だね。ということで、この建物を調べていこっか。アンチといえばタイプライターだよね。アンチじゃなかったのか。そのようで。人間の手や足を吊るして熟成させて旨味を引き出している。中央にはそのまんまの状態で吊るすの。こらこら、サンドバッグじゃないんだから。まがまがしいね。って
てか、これ、何かの儀式だよね。そうだね。これで鳥人間を召喚したのかな。こんなに生贄捧げて、引き換えに鳥人間ってちょっとコスパ悪くない？まあ、確かに。何かあった。とりあえずいただきます。これも、とりあえずいただいちゃおうか。いる？こんなの。わかんない。ここもインタラクトできるみたいだね。これは、取っ手なの？あれ、反応したような気はしたけど。ああ、紛らわしいけど、さっき拾ったやつをこの神棚みたいなのに置くためのアイコンだったんだ。なんだ、中に何か入ってるのかと思ったよ。三つのうち、二つは完了したけど、中央には何を置くんだろうか。ロープがあるけど、これまた、手か足でも吊るすんじゃない？それは、この中から選んでいいの？これはもう触らないでしょう。多分どこかで入手しなきゃいけないんじゃないかな。じゃあ、また外に行くか。なんだか、ライターの火が小さくなった気が。そう、消えてないから大丈夫なんじゃない？向こう側を、まだ見に行ってないんだよね。って、あれ？ああ！鳥人間来た！ツルツル、何にも見えないぞ。やっべ、ライターがすぎれしてるかも。ちなみに編集で明るさ少し上げてるので、実際私たちの画面では真っ暗で何も見えてません。なあ！ガス補充してもう一回。あれ？別の鳥人間？エントリーナンバー2か。でも、意外と、視野が狭いというか、少し距離取ってたら、物音がしてても追いかけられないということに気づいた。このまま、あそこまで一気に走り抜けてしまおう。あれは、人なの？なんだろう。火を囲んでる人。でも動いてない。あ、間違ってガス補充しちゃった。もったいねえ。はっ、焦げてる。みんな、炭になっちゃってるんだね。この人たちは、お尻に頭を押し付けて何してんだろうか。タイタニックの名シーンって、こんなだっけ？多分違うよ。これも、何かの儀式だったのかな。どうだろう。みんなバラバラなポーズだしわかんないね。ゆかちゃんゆかちゃん、これ、サムネにどうかな？うん、インパクトあって悪くないね。でも、なんだか、セブンデイズのモエゾンと間違えてしまいそう。確かにね、そっくりだ。おや、あの人。ミディアムレアだね。食べるなら、もう少し焦げ目が欲しいところ。会話は全くわからないので、動きがあるところまで飛ばします。エクチアンワンピエノンディオーラ。まさか、うわぁ、手羽先。これが鳥人間だったらそうだけど。すっごいジューシーだ。なじ。くれるの？くじ。これを、さっきの儀式してたところに持っていくんじゃない？ほら、ちょうど真ん中に吊るすためのロープがあったし。アンズ、手羽先と聞いて、鳥人間が寄ってきたよ。ふっ、まだに可愛さに逃げていったぜ。超ケンタッキーにしない？あの語尾嫌いなんだよね。それじゃせっかく痛い思いしてもいでもらったので、この腕はいただきましょう。で、ここに来た。腕はいくらか加熱してしまってるけど、それでもいいんだろうか。いいでしょう。さて、腕をお供えしました。このろうそくを、もらうだけ？ああ！うわぁ、耳が。畜生、お供えしなきゃよかった。そうだな。で、結局あの腕と引き換えに、使用済みのろうそくしか手に入んなかったんだね。考え直すんだ。君たちの本当の敵は、私じゃない。カーネルのおじさんだろ？うん。何やってんの？鳥人間兄弟に襲われてました。なるほど。で、もう一回この人に話しかけてみよう。見て見て、これがぼんじりです。焼き鳥のメニューじゃん。あれ美味しいんだよね。脂っこいから私はあんまり。そうか。あなたの差し出してくれた片腕は、これになっちゃいました。中意、神聖で解脱、太好。日本語じゃないから喜怒哀楽がわからないです。めっちゃショック受けてる。ごめん。そりゃショック死しちゃうよね。村に何やら音声が放送されました。いや、生きてるんかい。村の放送で、ちびまる子ちゃんが始まりますとか流れてたのかな。これ子供だったの？どこから鍵を取り出したの？
主到底ぼんじりから。まるでいけないお薬の密輸方法じゃん。ぼんじりさん、お世話になりました。さて、この鍵はどこで使う？あっちの扉かな。ここはただの小屋っぽいね。何もないし、はしごで上に行けってことかな。うん？うん。まあいいでしょう。登れたならそれでよし。什么？道なりに進むと建物内に入りました。すると誰かの声が聞こえるんです。なんだか中国語の女性の声を聞くと、あの橋のゲームを思い出す。この箱は開けられる？あれ、反応しないな。鍵かかってるのか。じゃあ鍵探さなきゃね。そういえばツルツル、ライターはどうした？えへへ、またガスが切れちゃったんだよね。資源管理が下手すぎる。困るよね。なんか人事みたいに言ってるけど。この部屋には鍵はなし。あとは暗い場所ばっかりだ。何かあるね。こけたの数字。おそらく、ナンバー式のロックがあるかもね。これは写真で保存できるの便利だ。不思議な力で黒板から文字を取り外しています。ちゃんと元に戻しますので。あと行けるのはこっちの方か。クライマー。こういう、暗闇に入った途端、わーって何かが出てくるんじゃないかって想像するのが怖いよね。わかる。でも、その先方でビビらせに来るホラゲって、実はそんなに多くなかったりする。あ、ここはさっきの数字で行けそうだね。行けました。嘘でしょ。入れないよ、こんなの。と言いつつちょっと入ってみよう。いや、いける。あっちだ。どう？資源管理を怠った己の罪深さ、感じてる？そんなに罪深いの？まあでも、ところどころ光源あるから、そんなに怖くないし、進めちゃってるんだよね。これではツルツルが成長できないな。気にしないでね、ホラゲの腕上げるつもりないから。うわ、前方に鳥人間。いるね。でも、なんだろう、動いてないっぽいね。狭い通路に迷い込んで死んでしまったんじゃなかろうか。言われてみれば死んでそうな質感に見える。やだ、落ちそう。落ちますとも。あ、明かりはないんでしょうか。あったあった。ここはみんな大好きファイアアックスが落ちてるぞ。いいね、これで鳥人間を買ってやるんだ。ああ、やめろー。ちょっと待ってよ、これ鳥人間？バイオのリッカーみたいだね。え、そんなの斧で勝てないじゃん。あ、結構リッカーだねこれ。これはもう逃げるしかないだろうね。わっ、もうそこにいるじゃん。なんだよ、鳥人間なんて遊びだったのかよ。これはさすがに捕らえられたら即死だね。でも、いけるいける。リッカーにはルートがあるっぽいから、障害物を回っていけば、いけるんだけど暗いのでもう進めないです。じゃ、リッカーに挨拶してきな。やだ、そんなことするくらいなら、暗闇に入っていきます。これ、何が落ちてるんだろう。フィルザライターウィズオイル？今までガスだと思ってたのはオイルでした。待たせかな、ここからが私のターンだ。絶体絶命のピンチの状況から起死回生の一手を打ち出すことに成功しやがった。もう何も恐れるものなどない。今の私にはアドレナリンと遊戯王の BGM が流れているぞ。でも雰囲気壊れるのと著作権の壺打ちを私の頭の中でしか流れていません。オノさ、鈍器なら何でもよかったのか。バルブハンドル。うわぁ、来たぁ。おやおや、ツルツルくん。さっきの威勢はどうしたんだい？まだ諦めてねえし、こっちにはライターあるし。リッカーが動いたタイミングで、こっちに逃げる。いやー、引っかかったぁ。リッカー今だ。いや、大丈夫だ。逃げ切れる。扉閉めて。あ、この木の板を取っ手のところに通せば、鍵になるんじゃないかな。やべえ。急げ急げ。木の板は一枚で大丈夫なの？もう一枚使いたい。ダメみたいだ。じゃあどうすんの？前がダメなら後ろに行こう。うわぁ、ここでバルブハンドルの扉か。頼む。間に合ってくれ。自分に言い聞かせるんだ。間に合う。絶対間に合う。絶対間に合わない音しましたよ。私はリッカーを応援する。私を応援しなさい。
というわけでお疲れ様でした。わー、頑張りが台無しエンド。では次のホラゲでまた会おう。嫌です。